ガーリーンエアフォースは夏見工事によるライトノベル作品。イラストは遠坂浅木が手掛けている。電撃文庫より2014年9月から刊行されている。西暦2015年中央アジア地域において目撃された正体不明の飛翔体、財は既存の軍用機をはるかに凌駕する戦闘力を有しており、各地に多大な被害をもたらした。これに対抗するため、 各国は特殊兵器、ドーターの開発を開始する。2年後、上海沖にて日本へ向かう船団が財の攻撃を受けた。救命艇による脱出の最中、主人公、ナルタニエは赤色に発光した戦闘機らしき機体が財を撃墜するのを目撃する。ところが、その機体は付近の海上に墜落してしまう。自らの命を救ってくれたパイロットを助けたいという。 衝動に駆られた絵は海へ飛び込むが、たどり着いたその機体は、絵の知る、通常の機体とは明らかに異なっていたため、パイロットを救出することは愚か、機内の様子を伺うこともままならない。それでも絵が必死に呼びかけると、突如機体の一部が開き、コクピットがあらわになった。そこで絵が見たのは、タイジースーツに身を包んだパイロットではなく、キャシャで小柄な少女だった。声は、 テレビアニメ版の声優を示す。ここでは、アニマと呼ばれる人型のキャラクターについて記述する。ドーターと呼ばれる適合機体となった、実在の航空機については各リンクを参照のこと。本編小編、月刊少年エースにて2018年12月号から2019年7月号まで、連載。作画は、瀬口隆弘。2019年1月から3月まで。 ATX 他にて放送された。全12話で原作小説第1巻第3巻と第8巻の一部を時系列順に再構成した内容となっている。2018年6月1日にテレビアニメ化が発表されて公式サイトと公式ツイッターアカウントが開設され制作会社がサテライトであることが公開された。同年8月9日には放送開始時期が2019年。 冬であることと、ナルタニエとグリペンのキャストが発表された。2018年9月17日には、航空自衛隊小松基地航空祭にて、トークショーが開催され、グリペン役の森島由かが登壇した。さらに、事前発表のなかった大和田瞳も登壇し、イーグル役であることが発表された。同年10月7日には、電撃文庫25周年記念秋の電撃祭の、 ステージイベントにて、グリペン役の森島由加がリーダーを務めている、ランガールズ、ランがオープニング主題歌を担当することが発表され、どうかのライブも披露された。このイベントは、インターネットでの配信も実施された。2019年3月23日3月24日には、東京ビッグサイトでのアニメジャパン2019にて、最終回へ、テイクオフ、ステージマイナスが開催され、 主要声優陣が登壇した。また、放送終了後の同年5月26日には、東京、ニューピアホールにて、スペシャルイベントが開催され、主要声優陣や、ランガールズ、ラン、が登壇した。作中に、小松基地が登場することから、同基地の協力を得ており、放送開始に合わせて、同基地の公式サイトには、作中のシーンと実際の基地内を比較する。 紹介ページが設けられている。また、同基地の所在する石川県小松市も舞台である。ことから、放送終了後には、JTB のグループ会社である JTB、ガイアレックによる同市のホテルへの聖地宿泊プランが発売されているほか、同市ユースケ町の茶歩長方屋茶歩によるパネル展が開催されている。ありがとうございます。